いや、これおもちゃじゃないよ。うわうまい。飛びすぎ。ダメ、ダメ。飛びすぎです。飛びすぎくんは、飛びすぎくんは誰だ。あ、ハロー。飛びすぎです。今日はブラッシングの日です。明日ブラシを食うな。この、まあね、この人も結構ね、抜けるんですけど、今、抜け毛で最もホットな方がこの人です。すごいんですわ。来た！ね、食おうとしないで。今、アブロをちょっとやったらこれです。で、キッカのこのね、浮いてるお尻の毛ね、これ、ズバッ！ダーッ！ズバッ！ダーッ！これはね、やばい。あ、持ってきた。あ、ちょっとね、ファミリーター高い、やめて。うん、やめろ、やめろ。来た、ガウー、ね、イエーイ。猛獣との戦いには慣れてます。はい、スイッカーブラシね、これ指に刺さるんだよね。痛い、指痛い、めっちゃ爪の間に刺さった。ちょっと、ここ、おしゃ、おお、いかが関門ですね、ほんと。やばいわけですよ。で、ね、スイカブラシはこう逆さに、逆さにします。うわー、あ、やべ、さっきスリッカーの先端を刺さって爪の間が血が出てきた。やっぱいった。皆さんも気をつけてくださいね。先端丸いスイカブラシもありますよね。うわ、すっごい足ピンだね、キッカー。うわ、あの、何この女の、みんなゴミゴミになっちゃった。すげえ。歌子も何なん、君たち映ってかな。あ、すっごい、これやばいね、これ。てか爪の流血が止まらん。よいしょよいしょよいしょ。もう結果関門来ちゃう。すっごい、アムロ食うなよそれ。ねえ、体に良くないぞ。すげえ、スリッカーでこれだとファミリエーター使ったらどうなるんだ。ちょっとかアムロ、ダメ、くん。アムロも抜けるね、すごい。ファミリエーター、これもやばい。うわ、やば。ダメだ、スリッカーに毛がたまりすぎて絡まない。おもちゃじゃない。うわ、やば。うわ。ちょっと、ちょっと、どいて。大変。大変すぎ、うわ、無限毛、無限ヘア、お前もだよ。ああ、ちょっとにちゃにちゃ食わないの、無限ヘアだよ。
うわ、いや、もう全然終わらない。しかもこっち側だけでも全然終わらない。うわ、食わないの、ほら、はい、よいしょ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 、あーもうやばい、どれだけ撮ってもなくならない、終わらない、無限ヘア、羨ましいですね、ハゲないなんて。あー、なんぼでもできる。ああ、お前もだ。すごいよ、キッカ。ほんと。うわ、ここもやばい。嬉しいの。うんうん。ハロ、やめろ。今そういう時じゃない。そうね。あの BL やっといて BL。ああ。すごい、もういつ終わったらいいかわからない。 BL 入っちゃう、マジ入っちゃう。ハロ、いいのか BL で、しかもお前親子だぞ。よいしょ、同人誌が出ちゃう、薄い本が出ちゃう。おい、やばい、ちょっと待ってこないな、ちやばい、もうダメだ、終わらない、どこまで行くんだ、ちょっとどこまで行くかやりましょうね、一緒に最後まで行きましょう。もうね、キッカーは比較的ゴールデンの中では小柄ですけど、そんな小柄なキーちゃんの寒毛期の毛で部屋がどうなるか見ものです ね、 ね、ちょっとやめて、今タボタボ、なくならない。よっしゃ。はい、はまった。うん。片手で編むのが相手しのかな。きっと。ほら、ダメでしょ、ばあだったら。はい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 、毛がね、毛がね、僕も毛を切ろうのも、あーやべえ、いやすごい、どこまで行くんですかねこれ、終わらないね、ハロー。ちなみにうちこれかける3頭ですからね、皆さん。ゴールデン3頭買うってどういうことかお分かりいただけましたでしょうか。やめろ。あのたまにこうガムロ突き飛ばしますけど、あの基本的にそれは普通なんですよ、これ。あのこうやってやるの。うん、お座り。お座り。よし。こういうあの大型犬飼う上で大事なのは声の大きさとあの腕力ですね。ダメダメ、これノーノーよ、ノー、お座りお座りお座り、はい、こういうの毎日続けててだんだんちょっとずついい子になるんですね。だから最初からハロがいい子だったわけじゃないんですよ、皆さん。食うなっつお前、食うダメ、やばい、終わらない、動画が止められない、
ファミネーター、あーもうファミネーターでまたすごい、ひーちゃんどうしようこれね、あんた缶毛器だね、ほんとすごいね缶毛器。ファミネーターちょっとね、あのブラシと違ってやりすぎると良くないらしいんで、わそこそこでもすごい、もうスリッカーであんだけ取れたのに、やめろ食うな、すごい、やめて食わないで、ほんとほんとお前あと吐くからさね、吐くやめて、吐けるならまだいいけど、すごいっすよね、ほんとやばいこれ。あでもハルも昔は毛量が多くてこんなん毎日のようにやってましたよね。すごいすごい、もう缶毛器やばい、やめなさい、だいぶ落ち着いてきた。これでも明日が同じぐらいまた抜けるんですよ、これ日が経つと。すっごいね、ほんとキッカー、この部屋の惨状がやばい、しとこうか、もう全身毛まみれです私も、すげえ、さあ、きっか終わり、立っていいか、立ってくれな、ちょっとこれ、落とそう、うん、すごいな、そうそう、ブルブルブルってね、ちょっとあっち行った、キカ立て、なあ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 、せっかく登録して落としたのに、キカ、おいで、よしよし、なあめよ、ああやっべえこの部屋、ちょっと、ああこれちょっと見てください、これほら、やばくないですかこれ、頑張ろう、はいこの状況です、やばいっすねこれ、うわこんなところまで
はい。というわけで、これ、これからこれを全部掃除します。集めます。じゃあ集めるところまで回しておきましょうか。いやー、これやば。ここまでとはね、正直こんなに、ちょっと、これハウス、あの今はやめて、お掃除してるから。うわー、もう入っても入っても、うん、すげえとこまで飛んでるな、これ。いや、この毛の塊でなんか作れないんですかね。あの、例えばこの毛をはめて、あのダウンじゃないけどゴールデンレトリバージャケットとか、あのね、あのあれみたいな、ユニクロのなんかね、ミノムシみたいなやつをこれでこう作るとか不可能なんですかね、これね。これすっげえな、これやばっていうか、もったいないよね、これ。なんかしてんの、なんかすいません、これ本当に誰か有効活用できる人いませんか。なんでもいいんですけど、これすごい量ですよ。これをふんわりとこれを生かして、ウルトラライトカナダグースもびっくりな、ジャケットを作りたいとか、なんかフェルトにするとか何でもいいんですけど、これ多分ね、ちゃんと洗わないと、この毛もあとワンシュー、僕は平気ですよね、ワンシューするからやばいと思うんだけどな、これ。すごい、これはい、というわけで、ちょっとあのこちら、あの本気で、いつもふざけて言ってますけども、本気でこれプレゼントするんで、お応募してください。ちょっと来ないで、今あっちで、あの応募してください。これあのメールアドレス載っけときますんで、はい、もちろん1名様で、あの床のゴミとかも結構ついてるんで、必要に応じて、洗浄して使う必要はあると思うんですけど、なんかこれ使えるんだったら使ってみてもらいたいな、ね。これまあ潰すと大した量はないんで、ほんとね、ぬいぐるみとかフェルト細工にするとちっちゃくなっちゃうと思うんですけど、どうでしょう。はい、どうでしょう、どうでガス。はい、というわけで、長い間ご視聴ありがとうございました。